おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。オリバー、ちょうどよかった。完成したんだ。じゃあ、おばさんが言ってた見せたいものって？もちろん、あれのことさ。すごいよ、マーク。で、どうするの？今夜、早速試運転だな。いきなり今夜、まずいよ。母さんに言ってないし。じゃあ明日にするか、明後日にするか。うやっぱ今日だ。じゃあこっそり行こう。あ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。家に戻らないと。戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバー。そのテーブルに置いといて。
ところでザーカーさん。何オリバー。母さん、明日って何かあったよね。そういえば明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。じゃあ今夜は早く寝ないとね。え、まあ、うん、そうね。そっか、そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ早く食べて、早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。オリバー、こちら。見るなよ。なんだよあいつ、遅かったなオリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか。うん、見る見る。よっしゃ、じゃあ行くぞ。うん。すごいよ、すごいよマーク。だろ。うん、かっこいい。俺が思うにアグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ早速試運転と行くか。ああ、うん。このまま河川敷まで運ぶぞ。うん、オッケー。どっちが先に乗る？じゃんけんだ。
じゃあまずは俺だな。じゃあ早く代わってよ。ああ、あれおかしいな。どうしたの？そんなはずは。ちゃ、なんてこった。もしかして体入らないの？今日のところはお前に譲る。調子を見るからゆっくり行くんだ。うん、分かってる。よし。なるなんて。ううん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク？あ、ちょっとな、足くじっちゃって。もうしょうがないね。ん？アリ？アリ、アリ、どうしたの？母さん、大丈夫？アリ、母さん、アリーは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。
おやおや、フランク、ご飯は帰ってからだよ。かわいそうだね。もう3日も回しているんだよ。オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの友達になってくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。母さん。なに、オリバー。ううん、早く帰ってきてね。わかってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。母さん、帰ってきてよ。ないがな、大妖精雫様の完全復活や。え、誰？おい、何度も言わすな。大妖精の雫様や。雫？黙ってみとったらほんまメソ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 、情けなやっちゃな。ほんなお前は今日からメソや。3日は長いで、なんぼなんでも3日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや男としてな、3日はないな、ないな。ええ、お、自分半信半疑って感じやな。わかった、しゃあないな、説明したる。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけどええんやな。そうか、ええんやな、素直でよろし。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな行くで。うん。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではないん。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国？そう、その二の国の大妖精の俺様がやな。なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導士ジャボーってやつや。やつは人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。たむかった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけ。しかし驚いたで、自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたやん。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけ。そんな。いや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 、照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。
救世主殿、我々の世界を救っていただけますか。嫌です。なんて、ジル今なんて言った。もう一遍言うてみ。もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人の声は自分頼むで。こういう時はさっそうでな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンやん。だってそんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや、おかんが死んだからか。え、うん。その自分のおかんの写真見せてみ。え、ええから早よ持ってこいや。あ、うん。どれどれ。おお、これまさかこんな偶然があるんかいな。どうしたの。賢者アリシア様や、これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。こと長い説明パート2聞きますか。うん。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうで、お前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと。アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ、邪神の玉に閉じ込められたと言われた。もしそれが本当やったら、邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えば、お前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけど、その可能性はある。あれ、でもなんで雫さんがそのことを知ってるの。ずっと人形にされてたんでしょ。おほう、ええ質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間、俺は仲間からの情報を受け取ってたわけ。まあ一般的に言うテレパシーってやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったよ。ジャボーのことを探らせたりしとったよ。で、えらいやろ。お、どないした。僕、行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか、そやな。動機は不純やけど、まあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。うん。それで二の国ってどうやって行くの。
知りたいか。ふん、ええやろ、教えたる。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探すに。なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中や。さあ行くで。Thank you.